はい、どうも、お久しぶりです。どうもー。どうも、チッス。チッス。音量調整しながら、チッス。凡人でーす。おっす。凡人、誰も知らないイルマだよ。今はね、おにぎりを食べて、そしてね、もうね、やること、丸くやることなんか満載だよ。うん。あのね、マイク変えたっていうか、パソコン変えたんだよね。いろいろあると思います。はい。言いたいことは。が、しかし、ぐっとこらえていきましょう。うん。はい。てなわけで、EG8 乗ってみたです。EG8 です。どうも、EG8 です。よろしくでござる。あ、みんな、ジオン兵の風景、もう、見てくれたかな？見てくれたかなっていうか、まあ、別枠でやってるから、見てくれたかも何もクソもないんですよね。はい、あれは私ですという、どうでもいいサプライズをして EG8。簡易ガンダム EG8。低レベルの人でも簡単に手に入るガンダム。それがこの EG8。ただしレベル EG8。ザクニが、ザクニ。うん、もうなんか、絶望したね。まあいいでしょう。そこはいいでしょう。08状態になって見ていただきましょう。アマちゃん、アマちゃんギリ、アマちゃん、アマちゃん、アマちゃんタックル、アマちゃんヒット、アマちゃん切り返し、こっからのアマちゃんグレードグレードアンドダッシュ、そしてマシンガンバロバック、マシンガンバロバック、ノリスバックガードがいる、ノリスバックガードがいる、ノリスバックガード、うわあ、モビルスーツ大破します。おにぎりが、おにぎりが喉に近がる。ね、これは撮ってみたシリーズであるとともに乗ってみたシリーズ、まあ紹介の順序が逆だろうが、撮ってみたシリーズであるとともに乗ってみたシリーズである、そういうことである。おお、お前はノイズバッカってはない、グフグフがグフグフ、おおグフ、ほら二段切りだ、おお当たらん、当たらん、なんか今日は調子が悪い。実はこれ2回目だ、これ1回目撮ったら時の狭間に捨てられてしまったからね。これ今2回目だ。リズバッガード、てめえが、なんだ、俺がありがとう、さあ、急げる、逃げるのですか、逃げるのですか、逃げないで、逃げないで、待て、そっちには、ガンタンクはいないが、お前、全力で逃げるな、全力で逃げるな、おう、どうせお前もレベル1だろ、レベル1なんだろ、俺もレベル1だけどよ、痛い、おガトリング恐ろしいよ。なんであいつそんな勢いで逃げるんだ。待て。ノリスさん、ノリスさん待って。ノリスさん。ああ。下は部下のところまで引くとは。サクシ。だがしかしだ。ああ、硬いぞ。EG8とレベル1でも十分にやれる。十分にやれるんだよ。出撃お願いします。敵地潜入開始。ほら、怯えろ。宿命。あ、やばい。これはやばいですね。ワッパー、ワッパー。だー。ワッパーか。この野郎。やらせん、やらせん、やらされるか、いやー、たまに、さすがに間に合わないか。ちくしょうぜーな、最近バズーカの命中率が低い。出撃、お願いします。拠点に爆弾設置、もうめちゃくちゃである。めちゃくちゃ、小島大隊長が爆死してしまわれる。うん。行くぞー。今行くぞ。まだ全然点差は余裕でござる。よし、じゃあ、俺が白兵戦の見本ってやつを見せてやるよ。ほらよ、さすが素人アマちゃんでござる。あ、転んで解除して170ぐらい、いける全然いける。よし、ヤシマ作戦だ。ヤシマ作戦を敢行する。どんな内容かは覚えていませんが、誰かがいいにした。よっしゃ、来たこれ。どこだ、ノリスバッガードは。ノリスバッガードどこだ、どこだ。とりあえず貴様だ、消えた、お前から消えた、行った、ノリスバッガード、死ね、貴様を
倒せ倒して、アイナとイチャコラするのはこの私、ヒーローはまあだった。待って、まだんかい、おら、みんなのやってしまえ、やって、出会え、貴様も、あれ、緑色のノリツバガードの2プレイヤーカラーがいる、うん、ノリツバガードだらけだ。だがしかし、私とて凡人と呼ばれた男、08正体の凡人とは私のことだ。もちろん、どうだ、機体の性能を活かせるままに、マシンガンが効きません、先生。安西先生、マシンガンが効きません。シールド強いねって、シールドかと思ってたら、シールドついてないね。これはラグですね。私、ラグアーマーでございます。もしかして、痛い、そうでもなかった。敵はだからもう普段からジオンにいすぎて、もうだからジオンが味方にしか見えない。この呪いを僕にはマシンガンを撃ちまくるしかない。よし、いいぞ、まだだ、全然余裕だ。そこの君、お前はどっちだ。あらや、うわ来たこれ、あらや、うわ来たこれ、あらや、うわ来たこれ、ギョッホー、イージーエイト投げ、サツエイトですね、タッパチ招待。よし、いたぞ、いつもなんかお前が出会うときは倒れていますね。ノリツバガロさん、地に足つけて、落っこっちゃってくださいよ。ノリスさんも倒した。これでアイナと添い遂げる敵だ。ノリスが出た、また出た、またノリスが出た。ノリスだらけだ、ノリスだらけだ。よいしょ、拠点に敵が進行中。圧倒的ではないか、わかる。うわぁ、圧倒的ではないか、圧倒的ではないか。やばー、無事で装置を立てるとは。それでも軍人部は、なんか抜かれてきた。20秒の戦いでやらせるよ。やった、アシスト。これで我が軍は08正体を、速球源を制圧、爆弾が設置された。なんでこのタイミングで、ああ死ぬ、おっ、生きるか、もうさすがに無理か、緊急回避も無理だ、まあ、微妙な終わり方だったが、よし、作戦時間終了です。これでこれよろしくじゃねえ、よろしくっていう今チャット打ってしまった。お疲れ様です。はい、はは、いや、どうだろうね、これね、このどうでしょう、この新しい環境は。どうも、レッツ連邦チス凡人エイドでした。つまり次はあいつだよ。戦闘結果です。またちょっといじっちゃいました、音量すいません。今回は本当音量テストです、すいません。音量テスト的で、はい。どうも、本命のグフカスタムさんです。チース乗ってみたグフカスタムで、連邦の連中をもうコウモリかってほどに、さっきは連邦、次はジオンみたいな感じになってるけどね、これ撮っておきたかったんですよ。すごく黒前にね、すいませんね、これだと流れ的に連邦側の連邦が、わかりません、よくわかりませんが、とにかく乗ってみたシリーズばっかりになって申し訳ないということをここで述べた方、どうも凡人です、チース凡人です。なんか音声とかのね、なんかこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないっていう声は、聞くだけ聞きます。はい、どうもグフカスタムですよ、よろしくね。オラぶっ殺したれ、見せてやれ、このシールドカトリングの威力をよ。ねえ、レベル1だけどよ、シールドカトリングの威力を見せてやれよ、射程としてさ。言ったるで、猫がギニャーって泣いたぜ、どっかでよ。怖いわ。アイナ様の思い人と出会う、面白い人生であったが、しかし、だが断るというとろうが、うらー
わあ、期待の性能をうまくいかせぬ、いかせぬままに、生きていけというに。生きていけというによ。ほら、ジャンピングノリスバッカード切りだ。全く届かず。やばい、やばい、やばい、やばい。ほら、ほら。あらよ。あらよ。やっぱいぞ、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 やっぱいぞ。うお、盾が壊れる前に本体か。今のはしかし分身だ。赤いズゴックがいる。あれは俺のスタンドか？だい、言ったるばい。だ、ガンタンク5機はどこにいるんだ？ガンタンク5機は一体どこにいるんだ？ガンタンク5機を華麗にさばいてやるっちゅうじゃ。おら、おら、これが、ガトリン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 グガン、ガトリングガンだ。すごい弾の量だ。いってビームライフル一発でいってもうやろー一戦ガンダムが一戦ガンダムに負けちゃいけねえんだよフルカスタムはさなんだその命中率お前エースか動く早いよなんていう言い訳は関係ないこの凡人にはあズゴク間違えて撃っちゃったほら落ちろほら行って痛いよあのビームライフルとか痛いよ何なんだあいつには時が止まって見えているのかそのようには見えぬかやったるまいうら吐き出してくるかなんじゃっちんじゃわしにはこれがこれがこれがあるトマカントマカン凡人ギリギリやばい今日はやばいぞ凡人ギリやばいやばい凡人ギリもう一体何をされているんだ俺は意外とグフカスタム使い道が難しいな普通のグフと同じに使うとコストがただ高いだけだまあ性能もちょっと高いんだけどドム正体に紛れて敵を撃ってゲルク軍もいる新型兵器だらけだ何気に俺旧型そんなこともないのかてめえは何者なんだなんでだ誰がクソガンダムがグヘ気づいたらよジロにわあ動けさあ動けんよあーあー今のはスナイパーだあれスナイパー消えたあいたスナイパーあいつ見えないとこからビーム打ってるアイナ・サハリンさんをあげるわけにはいかないですよ行かないんですよってばよ落ちろ落ちろバルカムばらまくばらまいた後にこのよくわからないこれなんかあのコンセントを飛ばすあらやっうわーいくそったれあらやっあらあらあら落ちろ落ちろ落ちろ機体の性能生かせるものに落ちていくあっべーすっげーってレベル上げなきゃダメかあいつ何隠れてんだあそこに見つけたぞ奴らの秘密基地ちなみにホストだからね普通よりカクカクしてるかもしんないねホストなんでねはいはい、グフちゃんです。グフちゃん。あ、秘密基地がボコボコ。ダーマーでござる。何こっそりやってんだよなんで俺の剣は届かないんだうおぉ落ちろ。落ちろ。落ちろというに。落ちろというに。くそったらが、当たらんよ。うわあ、チキショー。うわあ、落ちろー砕け散れー砕け散れー砕け散れーガトリンが当たんなよー落ちろーこれでも暗いライライライチュンじゃビリッときた。あら、ビリッときたところにぶった切れそして、ガトリングの嵐ガトリングの嵐回、本陣回転ガトリング。いて今のはドームのミドケットあれ来たさやっちまえみんな強いこれが機体の性能の差か実証目がそうなんかいいとこなしたんなせっかくのグフカスタムなのにいいとこなしでござるほんだよ敵がいないあと1分しかいないやつを仕留めてやつを仕留めるやつを仕留めるって。どっからしょはい、どっからしょいてーのぜった貴様らはプロかこの状態か予測打ちとはやるではないか。
ほらみんなここだ、ここに来るんだ。いや敵がみんな来た、敵がみんな来たぞ。いいぞいいだろ、やってやるっつんじゃ。いや爆発した。パドルの威力、あれ普通のガンダムか、陸戦型かと思ってたけど。ああもうこれダメだ、これダメだ。ここで私の生涯を、我が生涯に一片の悔いなし。20秒で何かをしたい。次こそ勝ちましょう。オープン戦闘結果です。